よろしいですか。はい、はい、自己紹介とコンセプトでどういうことをやってはるか教えていただきたいんですけれど。はい、株式会社コンセプトの稲尾啓司です。ゲームクリエイティブを、コンセプトの中でやっててですね、コンセプトを中心でみんなに伝えて、それを、みんなで作っていくというような仕事で、プロデューサーともちょっと違うような、大きく分けると、プロデューサーに入りますけども、やっぱりクリエイティブをすごく重要視したプロデューサーっていう形です。そういえばコンセプト COMCEPT という、ちょっと、珍しいすずりですけれども、そこら辺に何か意味があるんですか。26年間ゲーム作ってきてね、やっぱり行き着いたところっていうのは、やっぱりゲーム作りにとって一番大切なものっていうのが、やっぱりいろんなテクニックではなくて、やっぱりゲームのコンセプトっていうところが一番大事。コンセプトが面白くなければ、どんなにいいスタッフ、どんなにお金をかけても絶対いいものはできないということがあってですね、そのコンセプトを大事にしていきたいっていう気持ちでですね、日本語に名は体を表すっていうことがあってですね、名前が自分の性格であったりとか、自分自身を表すっていう言葉があるんですけど、やっぱり会社を作った時に名は体を表す、この会社の一番大事にしているものは何かっていうところで、コンセプトっていう名前をつけたんですね。でも普通にコンセプトっていうんじゃなくて、やっぱりコムっていうコンピューターのイメージを持った言葉と、コンセプトっていう言葉をやっぱりこう掛け合わせた形で、造語ですけどコムセプトっていう形でですね、やってます。でもいい名前がつけれたなと思ってる。はい。この間ちょっと話に上がったんですけれども、本当は天才的なクリエイターというか、一からコンセプトを生み出せる人っていうのはとても少ないという話になったと思いますけれども、日本の中でもやっぱり少ないという感じですか。そうですね、やっぱクリエイティブってどういうものなのかっていうことに対して、特に日本ではあまり認識が良くなくてですね、やっぱクリエイターに対してのリスペクトとか、クリエイターに対してのすごく重要視するような部分っていうのがやっぱ薄いような気がするんですね。でそれはやっぱコンセプトが大事なんだとか、やっぱり一から考えれる人間がどんなに少ないのかっていうことの認識が薄いんじゃないのかな。やっぱり世界的に見た時には西洋の方がその認識は強いような気がしてます。特にアメリカなんか行くと、すごいやっぱりゲームを作ってる、このゲームを俺が考えたんだ、俺が作ってんだっていうところのリスペクトの大きさっていうのをすごい感じるんですね。だからそれは俺にはできない、すごいことやってんだねっていうような部分っていうのが、どんなすごい人でも言ってくれる部分があります。例えばすごい映画監督が「君はゲームを作ってんだろう、すごいな」って言ってくれたりとか。そういうやっぱりクリエイティブに対してのやっぱりなんていうかな、思いみたいなところがすごく違ってるような気がしてですね。でもそれはすごい大事なことだし、数少ないんだよ、だからこそみんなそこをしっかりと認めて応援してほしいなっていう気持ちも自分の中にあります。だからよりコンセプトを大事にしていいゲームを作っていって認められたいなっていう気持ちになってます。そういうことですけれども、やっぱり今回マイティナンバーナインのそれも言ってみればちょっと懐かしさもあると思いますけれども、でもまた一からコンセプトを考えてくださってると思いますけれども、そういうマイティナンバーナインの元となるアイディアやコンセプトについて自分の言葉で説明していただきたいと思いますけれども。そうですね、ゲームデザイン自体をやっぱりレトロなデザインにしたいっていうのがあってですね、それはレトロなゲームしか作れないっていう意味ではなくって、やっぱり時代っていうのがいろいろこう回ってきてですね、今やっぱりそのレトロゲームに対してのすごく思いっていうか、ユーザーの懐かしさであったりとか、楽しかったよねってっていうことがすごい強いような気がしてるんですね。でまあ最近はソーシャルゲームとかそういうものもすごく増えてきて、そのベースとなる基本デザインがやっぱりレトロゲームであったりとかっていうのがすごく多いですね。だからそういうことを考えていくと、やっぱり今求められているものがレトロなゲームデザインを元に今のゲームシステムをしっかりと入れていくようなゲームっていうのは必ず求められてんじゃないかなって。やっぱりいろんなゲーム作ってきて、やっぱり新しいものを生み出していくっていう良さと、過去の良かったねっていう IP を今の時代に合わせて作っていく良さっていうのをすごく感じ取った部分があって、今回やっぱり自分が原点であるやっぱりアクションゲーム、最初に作ったファミコン時代に作ったアクションゲームみたいなもののレトロ感をしっかりと持ったゲームっていうのを作ったらユーザーはやっぱり喜んでくれるんじゃないかな。でそこはもう何作品ももう作ってきたんで、やっぱり自分自身自信もありますし、でそれを作ってきたスタッフも周りに幸いたくさんいたんで、やっぱり一緒にやろうって言った時にすごいみんな同じような思いで「ああ俺やってみたい」っていうことがあったんで、やっぱりレトロなゲームデザインっていうのはもう古いんではなくて、また新しさみたいなものをそこで生み出していけるんじゃないかな。だってもう20代の子とか10代の子はレトロなデザインだって言うけど、初めてやることになりますから、その初めてやる衝撃みたいなのを与えられるんじゃないかな。それは新しいゲームでもあるし、やっぱり30代40代の人には懐かしいゲームでもあるっていう、そういう部分を今回出せるんじゃないかな。マイティナンバーナインは新しくて古いゲームになると思います。今回はですね、キックスターター経由で、ゲームを、作ってみるという、考えですけれども、それはどう思いますか？そうですね、いろんなゲームの作り方があってですね、やっぱり大きなパブリッシャーさんと組んでやっていくっていうやり方ももちろんいいやり方だと思います。でもやっぱりゲーム作りにおいて一番大切なのはファンの気持ちを大切にするっていうことじゃないですか。だからファンの気持ちっていうのがやっぱりファンの人に直接届く何かっていうものができるんであれば、それを作りたいな。でキックスターターっていうのはすごくいいチャンスで、ファンの気持ちの集まりで集められたお金によってゲームを作っていく。もうファンの思いっていうのを直接背負って作っていくっていうゲームの、ファンドだと思うんで、それはやっぱりファンを絶対に裏切れないし、である意味ファンには関係ないところの会社都合みたいな部分っていうのが全く入らない、ファンの都合だけを入れていける、もしくはクリエイターの都合、ファンの都合、この2つしかそこには存在しない。こんなやっぱりゲームクリエイターとして楽しいゲーム作りはないと思うんですね。それがキックスターターでは可能になるっていうことで、やっぱり一番ファンを大切にするゲームっていうことではすごいいいやり方だと思います。以前、そのキックスターターについてお互いに話し合った時、ちょっとある種パブリッシャーはちょっとかわいそうっていう発言をなさったんですけれども、やっぱ会社の都合を考えた上で作らなければならないという、ちょっとある種制限があるという話になりますけれども、キックスターターではないわけですよね。それによっては今後パブリッシャーのそのファンへの考え方、ファンへの対応っていうのは変わってくると思いますか？そうですね、今回やっぱりキックスターターでの成功っていうのがパブリッシャーを変えるっていうことにつながるっていうのは確かだと思うんですね。やっぱりキックスターター自体では変わらないですね。そこでやっぱりユーザーの気持ちをちゃんとクリエイターが組んで作って、そこで大ヒット出していくっていう、それがもし実現すればもうパブリッシャーに意味がなくなるんですね。要はパブリッシャーがいらなくなってしまう。キックスターターでじゃあパブリッシャーが今出している金額と同等の金額を集めれることができれば、どんなゲームを作れていくわけじゃないですか。しかもファンのためにそこはもしそれが実現なんかしてしまえば、パブリッシャーの意味っていう会社都合っていう意味はもう全くないっていう、そうなってきた時にやっぱりパブリッシャーは考えざるを得ないですね。やっぱりファンに向けざるを得ない、ファンが望む作品を作らざるを得ないっていう、そこまで持っていけると業界が変わるんじゃないかなっていうふうに思います。なかなかいい将来ですね。そうなったらいいですね。はい、ゲーム業界でね、いい面も悪い面もいろいろあると思いますけれども、ゲーム業界の中で納得しないなと思うところ一つ挙げていただきたいんですけれども、例えば続編ばかり作れなくならないとか、その会計、数字ばかり見る人がお金を握ってるからなかなか作りたいゲームはクリエイターは作らせてもらえないとか、何でもいいんですけれども。そうですね、クリエイターにとってやっぱり一番なんていうかな、正義なことっていうのがやっぱりいい企画を、いいゲームを発案するっていうことですよね。でも納得できないところで言うと、いいゲームを発案してもそれがスタートできないっていうことがクリエイターにとって一番納得できないですね。要は良くないゲームであればそれはスタートできないって言われるのは納得します。で、良くないって言われる分にも納得します。自分がいいと思ってても。でもいいゲームだね、でもできないんだよね、今の事情ではと、その金額ではとか、やっぱり今は続編を作りたいんだよねとか、今はこうなんだよねとか、今その投資はできないんだよねっていうのはよくあります。それはパブリッシャーにおいてだからやっぱりいいゲームを作っていかないといけないんだけど、それはすごく運に左右されるっていう部分があって、やっぱりそのいいゲームの判断っていうのがなかなか難しくなってるんで、やっぱりいいゲームの判断はやっぱりそのゲームをやる人が判断した方がいいじゃないですか。キックスターターの場合はそのゲームを遊びたい人が判断する。この企画は面白そうだ、だからお金を出す。でも大体判断する場合っていうのは、ゲームを遊ばない人がこのゲームいいねとかダメだね、儲かりそうだね、儲からなさそうだねっていう判断になります。それは仕方ないです、ビジネスなんで。でもそこはゲームクリエイターっていう側面から見ると絶対に納得できない部分ですね。やっぱいい企画をスタートさせたいっていうのはゲームクリエイター全員思ってます。でも大抵のいいゲームはスタートしないですね。要は運のいい一握りがスタートするっていうこと、それを思うとやっぱ埋もれていってるいいゲームっていうのがいっぱいあるんで、キックスターターで掘り起こせるといいかなっていうふうに思います。ゲーム業界で好きなところ、むしろ一つ挙げていただきたいんですね。そうですね、ゲーム業界はチャンスが転がってますね。言うと学歴も人種もね、お金持ち貧乏もね、髪の毛の量も何の関係もないですね、はい、やっぱりいいゲームを作れてそのチャンスを生かせた人がビッグになれるとこですね。やっぱりスポーツ選手に似てるかもしれないですね。やっぱり実力が全てであって、やっぱり実力のない人がいくらごまかしてゲームクリエイターになったとしても長続きはしないですね。一個ゲーム作ることはできるかもしれないけど、それはやっぱり認められないことですよね。だからそういう意味ではゲームクリエイターっていうのはチャンスは転がってます。だからゲームクリエイターのいいところっていうのはやっぱりいいゲームを発案できて、それを進められるチャンスをつかむこと、そこまでたどり着けばゲームクリエイターっていうのは本当にいい仕事だと思います。はい、わかりました。よくね、クリエイターから聞きますけれども、クリエイターはわがまま、クリエイターは作りたいものは作りたいとかで、今回キックスターターは、ファンの声をちゃんと聞いて、ファンはどういうものを入れてほしいのかっていうのをある程度耳を向けて作らないとなかなか成功にならないと思いますけれども、この大勢の人、大勢のファンと一緒にゲームを作ること、しかもそれを良質度高くみんなに、例えばその作ってる最中のものを見せたり、まだ完成度のまだちょっと低いものを早いタイミングで見せたりするような、そういうちょっとキックスターターらしいアプローチに対してどう思いますか？そうですね、やっぱり世の中の流れ的にはやっぱりソーシャルっていう流れがやっぱりあって、ゲームもそうですけど、まあ、YouTube なんかもそういう部分があると思うんですね。やっぱり以前ソーシャルでゲームを作っていこうっていうチャレンジを僕したことがあります。でなかなかうまくいかなかったですけど、やったことに関してはすごく自分としてはすごい良かったっていうふうに思ってます。だから絶対流れとしてはソーシャル、要はユーザーの気持ちっていうのをちゃんと入れれる、気持ちを聞いたふりではなくてちゃんと気持ちを入れれるゲーム作りっていうのがもう当たり前になってくると思ってるんですね。やっぱりユーザー見れないクリエイターはやっぱりダメになっていくし、やっぱユーザーと一緒に作れる環境をしっかり作れるクリエイターっていうのがいいのかな。そのために今インターネットであったりとか世界中がつながれるっていう部分があってですね、それをやっぱ活用しないと損だと思います。もちろん面倒くさい部分もあります。やっぱり、クリエイターわがままっていうか、わがままっていうのは自分のやりたいことを押し通したいじゃなくて、自分のやりたいことが正しいでしょっていうことを訴えたいですよね。でこれが面白いんですよって言えない人はユーザーの意見なんか聞けないです。要は多数決でゲームなんか作っていかないんで、どうしたら面白くなるって言って聞いて作っていくもんじゃなくて、俺はこれが面白いと思う、どうだっていう話をして面白いねって言ってもらうことで、面白くないねって言われた時に素直にそれを受け入れることができるっていうのがやっぱクリエイターのやっぱり資質だと思ってるんで、だから要はダメだって言われてもいいって言われてもそれをちゃんと受け止められるクリエイター、そのためのソーシャルのシステムみたいなのをやっぱ構築することがゲーム作りとしてはすごい大切なのかなって。だから今後やっぱりどんどんそれが増えていくと思うし、キックスターターがそのきっかけになり得ると思ってるんで、もともとそういう気持ちでやってきたんで、僕自身はそういうやりやすい環境を与えられたなっていうふうに思ってます。はい、このプロジェクトでは個人的な目標とか何かありますか？そうですね、いろんな目標ありますけど、やっぱりみんなをハッピーにしたいなっていうのがね、実はユーザーだけハッピーにしたいと思ってないんです。クリエイターもハッピーにしたいですね。やっぱり過去一緒に作ってた仲間を集めたんで、みんながやっぱり笑顔でゲーム作れるものにしたいし、誰かが苦痛で顔を歪めてゲーム作るんではなくて、みんなハッピーに作れて、そしてそのハッピーな気分をユーザーに伝えて、ユーザーもこれ面白い、最高だって言わせるもの、そこにたどり着けたらいいな。そこには言うと今期の売り上げとか今期の利益とか株主に対してとかっていうの一切そこには存在しないんで、ユーザーさえ喜んで自分たちが喜べれば成功だから、いくら儲かるとかそれはその次でいいわけですよね。でもやっぱゲーム作りにおいていくら儲かるが先で自分たちの喜びは後っていう作り方じゃないものにできたら、それは一つの目標達成かなっていうふうに思います。はい、わかりました。For me? Thank you. ちょっと。You couldn't give me a beer? まあそういうですね、クリエイターも幸せにしたいという気持ちですけれども、よく聞く話ですが、やっぱりでかいプロジェクトに関わると、2、3年ぐらいの開発期間になるし、100人で作らなければならないから、もうキャラモデルの足だけを作るとか、ちょっとあんまり自分がすごい密に作ってるっていう気持ちというよりも 大量作業をやってるだけとか、そんなふうに感じたりする聞きますけれども。今回はまた少人数というか小さいチームでちょっと家族ライクでものを作るっていうことになるかと思いますが、それはやっぱりクリエイターとして楽しいですか？そうですね。やっぱり気持ちの伝わりがあるものっていうのはいいゲームができると思うんですよ。やっぱり100人になって200人になったらなかなかそれはできないっていうのがあってですね、やっぱり少人数は大変な部分もあるんですけど、やっぱり思いを伝えやすいっていうところはありますね。だから中で揉めちゃうと大変なことになるんですけど、でもやっぱり今まで僕自身は本当に5人ぐらいで作ってたゲームからもう300人規模で作ったゲームまで経験してるんで、やっぱりそれをまあそれぞれに良さはあるんですけど、やっぱり過去経験したやっぱり少人数でのゲーム作りっていうのはやっぱり悪かったなっていうところはないですね。やっぱ楽しかったな、苦しかったとしてもそれはいい思い出として楽しかったっていうことに、喧嘩しても楽しかったっていうことに今もつながってるんで、今回そういうゲーム作りできるんじゃないかなって、まあ、喧嘩はするでしょうけど、やっぱり意見の食い違いがあったりとかいうのはあるでしょうけど、楽しくゲーム作りできるんじゃないかなっていう期待もしてますね。このプロダクションというかこのタイトルで最も楽しみにしてる部分、期待してる部分っていうのはどこですか？そうですね、ユーザーのファンの声援っていうのが集まったお金の量になるわけじゃないですか。すごい分かりやすいですよ、言うと。まあ、お金っていうことってすごいシビアな部分見えちゃうんですけど、それって言うとゲームで言うとポイントみたいなもんで、何ポイント稼いだっていうことが自分のうまさの証でもあるわけじゃないですか。すごいいいプレーしたんだけど点数低いってことはあまりないですね。だから今回もしファンがすごい応援してくれたってなった時に、どんだけお金がそこに積み上がるかっていう分かりやすい、しかもそれは制作する上でみんなの力になるためのお金なんで、別に自分が豪遊するためのお金じゃないんで、そこはすごい直結してるのが分かりやすい。そこが要はキックスターターの面白さであるかなっていうふうにも思うんで、そういう経験したことないんでね。やっぱり積み上がったお金が自分の評価ですよっていうような直接の評価ではなかったですね、今までね。だからどんなに自分が頑張っても小さなタイトル作らなきゃいけない時には小さなタイトルだし、言うとあんまり頑張ってないやつでも大きなタイトル任されると何十億っていうプロジェクトを任されるわけで、俺じゃないんだ、こいつに任せんだみたいなこともあるわけじゃないですか。でも今回ないですよね。稲船に対しての、このチームに対しての期待がその大きなバジェットにつながるわけで、その期待が低ければ小さなバジェットになるしっていう、それを自分が受け入れて作っていけるっていうのはある意味ちょっとマゾ的かもしれないですけど楽しみです。いや素晴らしいと思いますけどね。よくね他のクリエイターがキックスターターに対して一つ、まあ、褒めるポイントとしては、やっぱ自分の実力でお金を集めるけれども、そのおかげで、まあ、自分の IP を持つことができます。で、まあ、よくゲーム業界に、ゲーム業界としてはいろんな商品は作ってるのに、その IP の権利はやっぱりお金を出した人だけに残るとか、なかなかフェアではないようなことがあるんですけれども、まあ仕方ない部分は当然あるんですが、今回やっぱりうまくアピールしていいゲームを作って、その IP を持つことができることに関してはどう思いますか？そうですね、やっぱりまあ大きな課題、ゲーム業界の大きな課題ではあるんですけど、やっぱりゲームのクリエイティブをやったやっぱり作ってる側はクリエイティブをやって自分が作ったんだっていう認識は持ってるんですけど、やっぱりユーザーもそうですね。ユーザーも稲尾が作ったんだってこう言ってくれます。でも実際にはそこに何の権利もないっていうのが、今やっぱりゲーム会社に入って作っちゃうとそういうふうになっちゃうじゃないですか。で過去のやっぱり自分の代表作もたくさんこう数えられて、でも全てに権利を持ってないんで、今も言われますよね。だから過去に作った作品をぜひ今も作ってくださいっていうことをこうファンから言われるけど、ごめんなさい僕には権利がないです。言わざるを得ない。でそれってファンの期待に応えられない歯がゆさみたいなところがすごく自分の中にある。そういう意味では自分でもし IP が持てればファンの期待にいつでも応えられるっていう。もういらないよって言われたらそれは出さなくていいし、ぜひ続編作ってほしいんだって言われた時には作れるし、それを広げていくこともできるし、そういう意味ではやっぱりファンのためにもクリエイターが IP 持つっていうなんかこうチャンスっていうか、そういう流れが欲しいなって。キックスターターはそれが作れるっていうことなんで、すごく自分としては夢がある種叶う部分で、ファンも夢が叶うんじゃないかな。だからもし今回キックスターターでうまくこういうことをやれれば、どんどん新しい IP を生み出していきたいなっていうふうに思います。それは自分のため、チームのためでもあるし、ファンのためなんで、ファンのためにやりたいと思ってます。はい、日本でですね、なかなかその自らゲームを作る、IP を持つようなことというのは非常に少ないと思います。海外と比べてはなんていう、政府がちょっと税金をある程度免除してくれたり。またそういう投資銀行が積極的に開発会社に対してお金入れてくれたり、ハードメーカーのファンドがあったりとか、結構日本のクリエイター対象にしてるようなそういう機会、チャンスは非常に少ない気がしますけれども、例えば猪船さんがもうこのキックスターターで成功して、どういうところをそういう小さい開発会社、そういう自ら IP を持ちたいと思っているところに学んでいただきたいと思います。そうですね、やっぱりずっと昔から言ってますけど、やっぱ世界に目を向けてほしいっていうことがあります。やっぱり日本国内でやってくれないとか、税金免除してくれないとか、ベンチャーに投資してくれないとか、自分たちは苦しいとかっていう愚痴ってても意味がないじゃないですか。そう考えたらやっぱり世界に目を向けて、日本から投資してもらうんではなく、日本に援助してもらうんではなく、日本以外の人にも援助されるような作品作りができる人間にならなきゃいけないと思うんですね。それができれば多分いろんな国のいろんな人が目を向けてくれて、チャンスを与えてくれる可能性あると思うんですよ。今回もやっぱりキックスターターってアメリカのシステムで、そのアメリカに対してアピールできるものを自分は出せないと絶対にこう成功しないわけですよね。だからそこを出せる自信を自分の中で持ってるかっていうのがすごく重要で、だからいろんな小さな開発会社の人はもっともっとやっぱり世界に目を向けて、世界で活躍できるゲーム作りを目指してほしいな。そうするとチャンスは訪れると思いますし、今回のように日本人としてね、なかなか手を出さなかったキックスターターに対して僕がチャレンジをして、で言うと門を開くことができる、このあと続いていく日本人になれるんじゃないかなって。ご自身メジャーリーグでね、日本人として活躍した野茂英雄っていうね、大好きなんですけど、 なぜ大好きかっていうと、一番にそれをやったからですよね。今メジャーリーグで活躍している日本人選手は野茂英雄にもっと感謝すべきだって思うわけですよ。彼の偉業はメジャーリーグで何勝したかじゃなくって、その門を開いたことだって思ってるんで、その誰もできなかったことにチャレンジしたことっていうのはすごく大きいですね。今回キックスターターに対してもキックスターターの野茂英雄になれるように頑張っていきたいし、ちょっとそういうクラシック感っていうか 2D 横スクロールゲームの懐かしさっていうか良さを意識しながら、それでもちょっと進化した要素とか新しいものを作るっていう2つともバランスしながら作るような、開発スタイルは大変ですか？いや、すごいチャレンジだと思ってるんですね。やっぱり昔のゲーム作りに縛られすぎない。結局やっぱり20年以上前のゲームっていうのはやっぱり20年以上前の価値しかないと僕は思ってるんですね。でそれはレトロゲームだからいいっていう部分があるんであって、そこに縛られすぎると必ず失敗すると思ってるんですよ。だからといってそのレトロゲームの良さをちゃんと理解せずに今風にゲームを改良してもそれも面白くないと思ってるんですよ。だから今の良さと昔の良さをどうミックスしてそこにユーザーに新しい遊びとして提供できるかっていうことは大きなチャレンジだと思ってる。その大きなチャレンジに挑戦できるだけの自信もありますし、そこにやっぱり新しい横スクロールアクションが生まれてくる可能性っていうのがあると思ってるんで、言うと20年以上前のやっぱり自分の能力では作れなかったものを20年以上前の言うとゲームシステムの中に組み込んでいくっていうことがすごい楽しいなと思ってますね。だからデザインもそうですね。要はキャラクターのデザインっていうのも参加させてもらってやってるけど、やっぱりどうしても20年以上前のキャラクターデザインにこう引っ張られちゃう人たちもいるんで、違うって言ってやっぱりそうじゃないって今のデザインセンスを持った過去のデザインをしっかりとかけることだっていうことをすごい議論しながらやってるんで、そこ楽しいですよね。はい、わかりました。結構古いメンバーを集めて、これは英語的な表現かもわからないんですけれども、いわゆるドリームチームを集めたこのタイトルのためにですね、それはやっぱり長いことゲーム業界にいて、そういう古い友達と一緒にゲームをまた作れるということはどう感じますか？そうですね、古いメンバーだけでやってるわけじゃないですよ。当時やってたメンバーともやりますし、やっぱり若いメンバー、要はゲームのユーザーだったっていうメンバーともやるわけですよね。だからすごいその思いっていうのが違う角度からこう入ってくるんですけど、でもそこに対しての思い入れっていうのは一つなんですよ。だからそこが楽しいなって言うと、同年代の言うとね、おじさんおばさんだけでやってるわけではなくて、やっぱりそのおじさんはおじさんの良さがあるっていう、で若者は若者の良さがあるっていう部分でのこうミックスっていうのがすごい僕らにも刺激になるし、やっぱりしっかりと昔の良さを教えてあげれるっていう教育にもなるっていう。だからいい部分がいっぱいあるんで、やっぱりこれも楽しい要素ですね。だから同窓会的な部分もちょっとありますし、その部分もやっぱりあの時こうだったよねみたいな、でなんかなまっちゃってるよねとか全然なまってないねみたいな、すごい今でもいけんじゃんっていうのとか、ちょっとこう腕なまっちゃってんじゃないのって頑張らないとねとかいう部分があったりとか、すごいいろいろあって面白いですよね。このチームに所属しているメンバーに対して何を期待してますか？そうですね、あんまり大きなプレッシャーにならずにやってほしいなっていうふうに思ってます。やっぱりそれはやっぱり楽しくやることがやっぱりゲーム作りにおいて一番いいものをもたらすっていうのがやっぱりずっと感じてることなんで、やっぱり楽しくゲーム作りしてほしい、ふざけてやってほしいっていう意味ではなくて、やっぱり楽しく苦労してほしいっていう部分があって、それを今まで経験してきた人もたくさんいますし、まだ経験できてない人もメンバーの中にいるんで、やっぱり楽しくやったらほらこんないいもんできたでしょっていう、でそれをチーム内でも分かち合ってほしいし、ユーザーとも今回は分かち合えるんだよって、ユーザーも楽しませて、作ってる最中から楽しませていくっていうことをやって、ユーザーも楽しんでるのを見て、自分も楽しんでるのを見て、昔のゲーム作りはユーザー楽しんでる姿なんか見れないですよね。ユーザーが楽しんでる姿見れるのは発売した後なんですよね。もうそこからは何も手加えられないっていうのが昔のゲーム作りだったんだけど、今ユーザーが楽しんでくれたらもっとこうしよう、もっとこうしよう、ユーザーが楽しくなければもっとこう改良するんで楽しくあってほしいっていうふうな作り方ができる。その中でクリエイター同士楽しんでもらえるっていうことを期待します。はい、わかりました。Nフレさんのその普通の一日日常的な流れは大体どんな感じですか？僕すごい量の仕事をこなす自信があってあと欲深いんで、一つのゲームに満足するんじゃなくてたくさんのゲームをいっぱい考えて、だから毎週のように新しいゲームをこう「ああ思いついた」って言ってスタッフに「こんな企画考えたんだけど企画書書いて」とかやってたりとかするんで、でそれにうちのスタッフは毎回ついてきてどんどん企画書をこう書き溜めていくっていうようなことをやってるんだけど、だからいろんなことを自分の中でこう発想にしていくためにいろんな遊びであったりとかいろんなクリエイティブを見て読んで学んでやってますし、あと子供と遊ぶとかね、家族と遊ぶっていうことも大きなこうクリエイティブの要素になるって思って、子供から得られる発想みたいなものもすごく大きいんで、なかなかね日本人ってね欧米の人に比べると家族を大事にしないんですけどここは欧米の方といろいろね一緒に仕事で過ごさせてもらってすごいいい部分だなっていうことを感じ取ってですね、欧米並みにうちは家族を大切にするようにしたりとかしてるんで、やっぱり家族の幸せが自分の幸せなんだっていう方向に持っていけるような、日本だからねこんなもんでいいって思わずにやっていけるような生活をしてるんでね、だからすごい忙しくはしてますけど楽しい仕事してますね。苦痛に思ったことはないです。はい、ゲームを作りたいという、希望を持ってる子供に対して何かメッセージがやアドバイスがあったら教えていただきたいんですけれど。そうですね。ゲーム作りってすごい難しく考える必要ないと思うんですよ。だからレトロゲームなんかはそんな難しくない。だから今小さな子どもたちもレトロゲームとか、ソーシャルゲームとか簡単なゲームもいっぱい楽しんでほしいんですね。だからそっからの方が入りやすかったりするじゃないですか。だから今大きな100人200人で作らなきゃいけないような大きなバジェットのゲームしか世の中になかったとしたら、多分どうやって作っていいかも分かんないし自分がどう参加してもいいかも分かんないというようなことになってですね、子どもたちのなんていうかな将来をこう積んじゃうっていうか将来に希望をこう失わせちゃう形になりかねないなと思ってたところがあってですね、それが今レトロゲームとかそういうダウンロードコンテンツで小さなものとかっていうのがいっぱい出てきて、あ俺なら考えられるかもしれないこれちょっと考えてみようとかでちょっとプログラム組んでみようとかっていう僕たちが若かった頃にやれてたようなことが今行われることができるっていう、しかもそれがキックスターターのようなところで自分たちがやりたいことがスタートできるお金が集めれるとかっていうことになるとより子どもたちの夢っていうのが広がっていく。だからあまり難しく考えずに面白いと思うものをみんなに恥ずかしげもなく出してほしいな。クリエイターにとって大切なのはこんなゲーム考えたんだ面白いでしょって言えることなんですね。でちょっとプライドが高かったりとかね、そういう人は言って「ダメだよこれ面白くないよ」とか、もしくは「あこんなゲーム世の中にあるよ」とか「同じゲームヒットしてるよ」とか言われちゃうとなんかがっかりしちゃうんで、こうあんまりこう考えたけど出せないっていう人いっぱいいるんですね。だからそれだといけない。やっぱりクリエイターにとって大切なのはケチョンケチョンに言われるかもしれないけど俺こんな面白いこと考えたよって言える勇気が必要ですね。やっぱ子どもたちにその勇気を持ってほしいなっていうふうに思います。そういう意味合いではですね、キックスターターのようなプロジェクトがあったらもう一からもうちょっと露出度を高くゲーム作りについて学ぶこともできるし、特にこの「マイティナンバー9」もどっちかというと300人を要するようなタイトルではなくて、ちゃんともうちょっと小さいプロジェクトになりますので、すごく学びどころとしてはぴったりかなと思いますけれども。そうね、キックスターターってすごいゲームクリエイターにとっての未来がそこにあるんじゃないかなっていうような、でやっぱり未来のゲームクリエイターっていう子どもたちもそこにはいますし、やっぱりある種いろんな形でゲームが固まりつつあるところに打ち破ってくれるようなシステムっていうか、クラウドファンディングっていうところを提示してもらってるんで、すごい面白い試みだなって。これこそこれ自体がゲームのような形かな。僕自身自分の人生をゲームだと思ってて、言うと自分自身ゲームのように人生を楽しむ。だから割となんていうかな、割と日本人は特に安定を求めて、で得た地位を捨てようとはしないんですけど、やっぱりそれは今の得てる地位を最高だと思っちゃうからっていうところもあるじゃないですか。でもどんどん新しいことやっていきたいんだっていう時に、どんどん新しいことにチャレンジするんだ、自分はもう20億30億の仕事ばっかりやってきたんで、クラウドファンディングで1億2億集めてやったって俺は俺の仕事じゃないよっていうようなことではないと思うんですよね。これも大きなチャレンジだ。ユーザーと一緒に作れて、小さなゲームだけどいや昔に戻って昔のゲーム作りに対してもう一度チャレンジしていくっていうことっていうのはすごく大きなチャレンジがあるんで、そういう部分に対してはすごい面白いことができる。ゲームクリエイターにとって大切なことは、いかに面白いもの、面白いことができる、面白いものを作れるっていう、そういうことだと思って、すごいキックスターターはやっぱりそういうゲーム業界の未来も与えられるし、僕自身の未来も与えられるものだと思ってるんで、すごくキックスターター自体のシステムっていうのはいいものだと思いますね。